こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ホンダの F1 参戦第一期の活躍ぶりと、F1 撤退のきっかけと言われるジョー・シュレッサーの1968年 F1 フランスグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。1968年ってだいぶ前ね、F1 の歴史って古いのね。ホンダの歴史もね。ああ、F1 は1950年からだな。その中でもモナコグランプリとかイギリスグランプリとか、歴史のあるレースは1920年代からやってるな。じゃあホンダの F1 参戦から解説していこう。ホンダ技研工業株式会社の設立は1948年。ホンダ総一郎氏、41歳の時だ。ホンダは二輪メーカーとしてスタート。驚異的なスピードで成長し、設立7年後の1955年には販売台数日本一の二輪メーカーとなる。はは、早すぎる成長。1959年には当時二輪で世界最高峰レースだったマントーレースにデビューし、1960年はロードレース世界選手権にも挑戦。翌、1961年にはホンダの RC16 を狩る高橋国光選手がロードレース世界選手権で初優勝。同じく RC162 でマントーレースもマイク・ヘイルウッド選手が初優勝した。高橋国光選手、時々出てくる大レーサーね。四輪のイメージがあるけどこの頃から二輪の方で活躍されてたのね。ホンダの四輪開発はその1961年からだ。きっかけは通産省から発表された自動車行政の基本方針だ。これは自動車メーカーの新規参入や統廃合に制限をかけるものだった。法案が成立する前に四輪の実績を作らないと新規参入ができなくなる。1963年8月、ホンダは取り急ぎ四輪車の第1号となる軽トラック T360 の販売を開始した。ライバル車は空冷2気筒でせいぜい20馬力だったが、T360 は水冷4気筒の30馬力。8500回転まで回る超高回転、ハイパワーなマシンに仕上げてしまった。あのノリね、軽トラックにハヤブサエンジン積んでみた、みたいな。これは売れたの？赤字ギリギリまで価格を抑えたが、それでもライバル車より高価であまり売れなかった。ホンダらしさは存分にアピールできたが、そんな1963年に F1 参戦のプロジェクトも始動した。当初ホンダはエンジンを開発し、ロータスへの供給だけを行う予定だった。ロータスの車体にホンダエンジンを乗せるのね。さすがに軽自動車のノウハウだけで F1 用のボディを作るのはきつそうですもんね。ホンダは F1 用の 1.5リッター V 型12気筒エンジンの開発を始めた。オートバイで普及している 125cc エンジンを12気積めば 1.5 リットルエンジンになるため、二輪の技術は十分応用できた。初戦は1964年5月のモナコグランプリ。しかしあと3ヶ月に迫った日のこと、とんでもない事件が起こる。ホンダはロータスから驚愕の電報を受け取った。別のエンジンを使うことになったためホンダエンジンは使えない、とのことだった。ええー、ひどい。車体が使わせてもらえなくなるなんて、F1 デビュー終わった。いや、ホンダは諦めなかった。車体の開発を開始したんだ。もともと、いつかは開発するつもりで研究はしてたそうだ。エンジン開発用にテスト走行するための車体もあったしな。こうして1964年6月、ホンダ初の F1 マシン RA271 が完成した。その後テストを繰り返し、デビュー戦は1964年8月、ドイツグランプリと決まった。ドイツグランプリ、当時ってまだニュルブルクリンクの北コースよね。22キロもあるっていう。大変なデビュー戦ね。RA271 のエンジン性能は高かった。ライバルより20から30馬力も高い、220馬力を発揮した。しかし日本の金属加工技術の遅れから他より50キロは重かった。ドライバーはロニー・バックナム。予選再開から9番手まで追い上げたが、残り3周というところでリタイア。1964年は全3レースに出場したが完走は果たせなかった。翌1965年は進化版である RA272 で挑んだ。信頼性が向上しているほか、材質変更により約30キロの軽量化、そして10馬力のパワーアップを果たしていた。第2戦ベルギーグランプリで6位。初の完走、入賞だ。第6戦オランダグランプリでも6位入賞。スタートが早くこの時は最初の2周をトップで走っている。かなりいいところまで来てるわね。そして最終戦のメキシコグランプリではとうとう優勝した。スタートからゴールまでトップを独走する、完璧な勝利だった。F1 参戦2年目で優勝、すごすぎる。翌1966年はさらにステップアップ、といかないのは実はわかっていた。排気量が倍の 3000cc に拡大されるんだ。エンジンを一から開発し直す必要があった。
ホンダは市販車の開発にも人員を割かないといけない。F1 エンジンの開発はどうしても後回しになった。結局1966年シーズン全休戦の第7戦から新車 RA273 で参戦した。マシンの出来栄えはどうだったの?400馬力を発生させるエンジンはやはりライバルよりかなりパワフルだった。しかし400馬力に耐える堅牢なボディは総重量720キロにもなり、他より100キロや150キロも重かった。150キロの差は結構絶望的よね。デビューレースの1966年 F1 第7戦イタリアグランプリ。大重量、大パワーにタイヤが耐えきれずバースト。第8戦アメリカグランプリ、軽量化のため一部パーツの素材をステンレスに変えたところ、そこから亀裂が入ってしまいリタイア。最終戦メキシコグランプリでなんとか4位入賞。最後に面目を保てたものの、車体が課題だった。1967年、幸運にもホンダに F1 チャンピオン経験者のジョン・サーティースが加入する。F1 チャンピオン様、これは期待しちゃうわ。あとはマシンね。そうだ。そして車体の課題解決に人員が割けないホンダと、サーティースのコネにより、なんとローラ社からの車体の提供が実現した。この車体をベースにして RA300 が完成。重量は先代 RA273 より 110kg も軽い 610kg だ。まあこれでも最低重量である 500kg に近いライバルよりだいぶ重いがな。完全自社開発のマシンはやめて、ローラのマシンをベースにしたのね。結果はどうだったのかしら ?1967 年シーズン、RA300 の完成までは従来の RA273 で戦う。さすがジョン・サーティース。最高3位で表彰台に上った。第9戦、イタリアグランプリが RA300 のデビュー戦だ。結果は、見事優勝。素晴らしい、おととしぶりの、ホンダ2回目の優勝ね。メキシコグランプリでも4位入賞し、結局1967年シーズンはジョン・サーティース、そしてコンストラクターとしてのホンダ、共に4位だった。これまでで最高の結果。そしていよいよ激動の1968年を迎える。ドキドキ、ローラから提供された車体で1年戦い、信頼性や重量など課題ははっきりしていた。昨年は優勝という結果も残せた。この1968年はズバリ、チャンピオン獲得を目標に置いた。開幕戦に向け、ローラ、そしてホンダはシーズンオフの間に新型車、RA301 の開発を始めた。車体は RA300 同様ローラ車製だ。イギリスで作り込む。エンジンはホンダ製だ。これは日本で作る。そして最終的な調整はイギリスで行う。しかしホンダ側の開発に異変が発生した。ホンダ総一郎氏の指示で RA301 のエンジン開発がストップ。どうしたの?3つ理由があると言われている。1、総一郎氏はイギリス中心の開発体制を心よく思っていなかった。日本の力で勝ちたかったんだ。2、総一郎氏はレーシングマシンのエンジンについて、空冷エンジンが最適解だと確信していた。水冷エンジンを突き詰めても意味がないと考えていたんだ。確かに当時、オートバイのレースの世界は空冷と水冷が混在していた。その中でホンダは空冷エンジンのマシンでどのレースも圧倒的に勝っていたんだ。オートバイで空冷エンジンの実績があったのね。F1 だとどうなの?パワーが桁違いだからな。F1 エンジンは水冷にしないと冷却が追いつかない、という考えが一般的だ。RA300、そして開発中の RA301 も水冷エンジンだ。というか F1 の歴史を見ても空冷エンジンは数えるほどしかない。3、ホンダは4輪のシェアを広げたかった。1967年に満を持して発売した N360 は空冷エンジン。空冷エンジンで F1 に勝って性能を誇示したかった。そして総一郎氏の鶴の一声で空冷マシン、RA302 の開発が始まってしまう。車体もローラ製ではなく純国産だ。RA301 の水冷エンジン開発も並行したが、RA302 の方に人員を割かれてしまい思っていたマシンにはできなかった。せっかくいい流れが来てたのに、その空冷の RA302 はどんな出来だったの?当時のエンジン担当で将来の社長となる久米忠氏をはじめ、設計メンバーは皆総一郎氏に反対した。どう計算しても空冷では冷却が追いつかなかった。しかし社長命令では逆らえなかった。徹底的に排熱柵が講じられ、マシンは完成した。走らせてみると、やはり数周でオーバーヒートする。とてもレースで使える状態ではなかった。何度も設計が見直された。最終的に完成したマシンでも冷却問題は完全な解決に至らず、開発チームは総一郎氏には内緒で、サーキット移送後にオイルクーラーを後付けすることを決めた。ただ冷却ユニットや冷却水のないマシンはやはり軽く、500キロに収まった。これが問題なく走れば他社より優位にレースを戦えただろう。これまでホンダは車体の重さにずっと悩まされてきたため、
空冷エンジンの選択は重さに対する総一郎氏なりの解決アプローチだったのかもしれない。なるほど、軽量化で困った状況を見て、冷却の問題に置き換えたってわけね。行き詰まった時に状況を転換するのは効果的かもね。では1968年シーズンについて、時系列に沿って話そう。開幕戦は1月1日の南アフリカグランプリ。昨年の RA300 で走った。元旦ですけど。この頃は年末年始頃にやってたんだ。昨年の閉幕から2ヶ月。全チームが昨年のマシンで走った。ホンダは RA300 で走り、結果は8位だった。このレースでジム・クラークがポールポジションの記録を33回に伸ばした。これを破るのは1989年のアイルトン・セナだ。そして2戦目は4ヶ月後の5月12日。ここから RA300 の正常進化版、RA301 が登場する。しかし言ったように十分な調整はできなかった。第2戦はリタイア。以降もマシントラブルによるリタイアが続いてしまう。本来開幕前に潰しておくべき不具合が、人員不足でテストできていなかった。そしていよいよ6月29日に記者会見が行われた。純国産マシン、RA302 の発表だ。7月2日、早速イギリスのシルバーストンサーキットにマシンが運ばれ、オイルクーラーが取り付けられる。そしてジョン・サーティースが走行テストを実施した。確かに軽量であるため加速は良かった。しかしオイルクーラーをつけても排熱が追いつかず、すぐにオーバーヒートを起こした。やっぱり排熱はダメだったのね。しかし日本のホンダ本社の命令でやむなく7月7日の第6戦フランスグランプリから、RA302を走らせるため追加エントリーの手続きを行う。RA302、すぐ熱暴走するようなマシンでレース走れるの？ F1 のホンダチームを指揮するのは中村義雄監督だ。ドライバーの命を預かる以上は走らせたくなかった。その願いが通じたのかもしれない。エントリーは却下された。期限が遠に過ぎていたんだ。これではもう RA302はレースで走ることができない。中村監督は本社にエントリーが却下されたことを報告。予選や決勝は出れないが、練習走行の時に走らせて、観客の前でお披露目だけはすることになった。そしてフランスグランプリが始まる。ルーアン・レゼサールサーキットに行ってみると、なんと RA302 がエントリーされていた。ダメじゃなかったの？中村監督は知らされていなかったが、本社が裏で動いた。ホンダはヨーロッパでの売り上げを拡大したい思惑があり、レース主催者に特別に認めさせたんだ。フランスグランプリの主催者はノルマンディ自動車クラブ。その親会社はオートモービルクラブでフランスで、フランス人を走らせるのなら、という条件付きで OK した。サーキットにはその条件通りに、フランス人ドライバーが待機していた。40歳のベテランドライバー、ジョー・シュレッサーだ。シュレッサーはデイトナ24時間レースやスパ1000キロなど耐久レースの入賞経験があるドライバーだ。ジョー・シュレッサー選手、F1 に出た経験はあるの？2回ほど走っているが、パワーで劣る F2 マシンでスポット参戦しただけだ。F1 マシンの運転経験はなかった。しかし今回のレースをチャンスと考え自ら志願したんだ。中村監督は本社の対応に激怒した。ただでさえ今年はチャンピオンを目指せる環境だったはずが、RA302 が突然現れ肝心の RA301 は未調整な状態だ。しかもエントリーを強行していきなり今あったフランス人を乗せて走れという。あまりに身勝手ではないかと、ジョン・サーティースが中村監督を説得。中村監督は RA302 の責任だけは持てないと言い、チームを二分した。つまり中村監督は RA301 に集中し、久米忠氏や佐野翔一氏といった本社から来たメンバーが RA302 を担当した。ただ一言、中村監督はシュレッサーに、すぐオーバーヒートするから限界の半分も回さぬよう、ということだけ伝えた。英語がわからないシュレッサーは通訳を介して理解した。F1 の参戦自体を名誉と考えており、無理せず走らないことを約束した。これで一応走る体制が整ったわけね。7月6日の予選。RA301を狩るサーティースは7番手。一方 RA302 に乗ったシュレッサーは速度を抑えたがそれでも3回スピンした。18台中17番手だった。7月7日、決勝レース。スタート直前に雨が降り出した。1周を回ったところでサーティースは4番手につけた。シュレッサーは中村監督の助言を守り、サーティースから15秒遅れで再開を走っていた。1周2分ぐらいで走るコースみたいね。2周目で15秒遅れって、遅いけどそこそこな感じね。そして今、3周目のホームストレートだ。雨が降っていて水たまりができている。もうすぐ1コーナー。そこから先は下っていくため、路面は濡れているが大きな水たまりはない。マシンも特に、気になるトラブルはなかったようだ。快調に走る。1コーナーを抜けて、これが2コーナーね。ああ、
そして次がその現場だ。6人の兄弟という意味の、シックスフレイルコーナーだ。原因は不明だった。マシントラブルか運転ミスか、濡れた路面のせいか、とにかくマシンはコーナーを曲がりきれず、外側へ。壁面に乗り上げる。上下がひっくり返る。そして発火。まだ3周目で燃料は満タンに近かった。コースの端のところでようやく停止する。火はなかなか消せなかった。救出された時には、残念ながらすでに手遅れだった。シュレッサー選手、F1 に出れるだけで嬉しいって話してたわよね。悲しすぎるわ。なお、このような大事故にもかかわらずレースは続行された。この時代の事故って大体そうよね。レース止めたら救急車両が早く到着できたんじゃないの？ほんと人命軽視ね。優勝はフェラーリのジャッキー X。ほとんどのチームが全天候型タイヤを履く中、唯一ウェットタイヤを選んだのが功を奏した。サーティースは現場を通った時にゴーグルに消火剤が付着。緊急ピットインを余儀なくされたが、それでも2位でゴールした。サーティース選手、惜しかったわね。レース後、久米市、佐野市といった RA302 開発チームは一旦帰国し、レースの結果や事故を本社に報告した。本田総一郎氏はこれでもまだ空冷エンジンを諦めきれず、ますますやる気を失う開発メンバーと対立しながらそれでも開発は続いた。しかし第9戦イタリアグランプリの練習走行が、RA302 が走る姿を見れる最後の機会となった。ホンダは、抵抗外エンジンの開発を優先するとして1968年シーズンをもって F1 活動の休止を発表したんだ。ジョー・シュレッサー選手の事故の影響、少なからずありそうね。ああ。フランスグランプリ後、サーティースは一度3位表彰台に上ったが結果としてシーズン総合は7位だった。よって1967年の総合4位がホンダ F1 参戦第1期の最高位だ。なおシュレッサー家とホンダの因果は20年後に別の形で現れた。1988年、マクラーレン・ホンダはアイルトン・セナ、アラン・プロストという超強力タッグのもと、圧倒的な強さで連勝を重ねていた。11戦までで11勝。そして12戦目イタリアグランプリ。ジョー・シュレッサーの甥、ジャン・ルイ・シュレッサーがセナに抜かれるタイミングでマシンの挙動が乱れ、接触。トップのセナがリタイアとなり、勝利を逃した。マクラーレン・ホンダは残りのレースに全て勝ち、16戦15勝でシーズンを終えた。ジャン・ルイ・シュレッサーが全勝を阻んだんだ。お互いどういう心境だったのかしら、複雑ね。以上、今回はホンダの F1 参戦第1期と、ジョー・シュレッサーの1968年 F1 フランスグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。